皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日は2023年8月13日、日曜日でしたね。皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか。お盆休みでね。まあ、台風来てるとこもあると思います。東京、僕はね、東京に住んでるんですけどね、今ね。台風の影響はなかったです。今日もね、一日カンカン照りでね、暑かったと思います。今日はね、昨日のお墓参りの疲れが出てしまってね、一日寝てましたね。お墓参り行くとね、どうしてもいろんな霊がね、取り付いてくんだよね。まあ、5人とか10人ぐらいのおじいちゃん、おばあちゃんのね、霊が引っかかってきちゃうんですよね。で、肩が重くてね、どうしてもその後 2,3 日は疲れ気味になっちゃってね、ここで無理するとね、おかしくなっちゃうね。体も心もね、おかしくなっちゃうんでね、無理しないでね、寝てるのが一番ですね。本当はね、塩まくのがいいんですけどね。まあ、いつも塩まくの忘れてしまってね。まあ、どうしようもない一日を過ごしております。はい。で、まあ、別にお話しすることもないんですけど、まあ、ドル円のね、月足を眺めてたら、ストキャストですね。ストキャストが、まあ、80%、まあ、高いですね。もうね、80%、90% 以上。90、まあ、前回高値ガクンで下がってますよね、これね。で、これも前回高値来てるんだよね、これね。前回高値来てるんですよ。で、ひょっとしたら、明日の月曜からね、こう、ガクンって下がっていっちゃうかもしれないね。上がっていくと思ったんですけど、ストキャストがもういっぱいいっぱいなんだよね。まあ、こういうところもさ、こっちに下がるでしょ。こういうところも。ねえ。下がってるんですよね。ここは上がってるけどね。ここは上がっちゃってるけどね。ここもどうかな。上がっちゃってるけどね。まあ大体は合ってますよね。こういうとこね。大体は合ってるんで。ここね。まあ、なので、こっちちょこちょこ下がってますよね、これね。まあ、あとこれはちょっとダメですね、全然ね。で、まあ、週足見ると、まだ、まあ、これ本当は下がる予定なんですよ、これね。途中でクッと上がってるだけなんで、下がる予定なんですよ、ここってね。だから、まあ、これはあんまり気にしなくて大丈夫ですね。だけって感じですね。で、日足見ると、上限、もう 99% ぐらい上限来てるんでね。日足見ても上限と。で、4時間足も上限と。ね。で、1時間足は上限ですね。で、クイってちょっと下がり気味ですね、もうね。30分足はまあ下がってきてるよと。いうことなので、まあ、下がるかなと思いましたね、月曜日からね。月曜日から、ここ151円いくのかなと思ったら、いかない感じですね。これ見るとね。まあ、最低。まあ、8月末のね、ジャクソンホールまでは上を目指して、まあ、9月からこう下がるかなって感じですね。明日からいきなりは下がらないでしょうね。ジャクソンホールまで上で、9月1日から下がるって感じですね。今から入れちゃうと、今からショート入れちゃうと、かなり、もっとダメになっちゃうんだね、これ。あ、でも73ピプスしか持たないですね。え？嘘だろ？あ、740ピプス ?740 ピプス持つことになっちゃうんだよ。7円40銭ね。740ピプスはやめた方がいいですね。740ピプスはバカですね。まあ、その前に落ちてくるんでしょうけれどもね。まあ、じゃあ400ピプス持つか、300ピプス持つかって話になるけど、まあ、それもバカなんで、ね、様子見た方がいいですね。まあ、取り急ぎロング、まあ、ひょっとしたら、まあ、月曜日から下がるかもしれないけどね。まあ、様子見て、ショートですね。はい。それまではロングということですね。はい。まあ、あとね、さっき YouTube 見て、最後に冬のソナタ見たりね。冬のソナタの曲聴いたりね。よかったですね。あとは、賛美歌ですね。私をお使いくださいとかね。いい曲ですね。賛美歌ね。キリスト教の賛美歌ですね。まあ、こういう、まあ、仮想通貨もそうなんですけどね、FX の株も何でもそうなんですけど、まあ、人生すなわち全部そうなんですけどね、まあ、成功する人と失敗する人がいますよね。まあ、女の人はね、あんまり成功したいってことを考えないで、毎日の生活が大変ですからね、地に足をつけて、女の人は毎日やってますけど、男はね、どうしても、目先のことを考えずにね、大きなことね、先の大きなことを考えて、ことごとく失敗していくんですけどもね、男っていうのはバカだよね、本当にね。俺は知らねえぞっていうね、バカなんですけども、結局さ、目的は何ですかと。これだけですよ。ね、これ神様の質問。神様の質問。ね、神様にお願いするですよ、皆さん。どうぞ成功してくださいとか。どうぞ、合格、大学受験合格させてくださいとかさ。ね、FX で億万長者になれますようにとか、みんなお祈りするじゃないですか。しないですか。いつも、門は開かれてますよ。すべての、ね、人間の、すべての人間の、お願いはすべて聞いてますよ。神様はね、一つ一つ残らず聞いてますよ。返事しないのがほとんどですよ。なぜですか。まずは、ね、お願いのことするでしょう。そうすると返事返ってくる。ね。質問が返ってくる。目的は何ですか？なぜ億万長者になりたいんですか？まあ、お金が必要なんですか？まあ、なぜ億万長者になりたいんですか？なぜなりたいんですか？あなたは。まあ、将来の不安をなくしたいんだよね。なんとなくね、将来も働いてお金は入ってくるんだろうけれども、なんか入ってこなかったらどうしようっていう将来の不安をなくしたいんだよね、今すぐにね。うん、そしたら、今クビになっちゃってもさ、大丈夫かなと思いたいわけですよね。まあ、なぜお金が必要かっていうのでもいいですよ。とかさ、なぜあなたはその会社に入りたいのですかと。なぜあなたはその資格を取りたいのですか？弁護士になりたいとかね。いろいろありますよね。でさ、返事は2つですよ。自分のため。他人のため。自分のためだったら返事はないですね。返事なし。神様ね。こいつは進歩がないなと。返事なし。他人のため。もうすべてね。自分の貯金も使っちゃってね、生涯のさ、年金で貯めといたお金もね、使っちゃってさ、年金保険も解約して使っちゃってね、もう何もないと。で、子供のために取っといたさ、学資保険も解約してね、他人のために使っちゃったと。もう、ね、家も売っておすからかんですと。最後は神様にお祈りするしかありません。神様、わずかでいいのでお金恵んでくれませんか。ね、まずは自己犠牲をした後に、ね、自分のお金は何にも使わないのに、神様お金くださいはダメだよ。もうすでにすっからかんなくなってさ、全財産ないと。それでも他人を助けたいっていう人いるじゃん。まあ、宗教の人なんかそうだよね。長崎の人なんてね、やっぱりキリスト教ですからね。まあ、キリスト教の人は、東京の、まあ、日本全国、世界中にいっぱいいますけれどもね、キリスト教だけじゃないですよ。まあ、そういう人っていうのは、心がさ、純粋無垢で強いからね、まあ、自分の財産をさ、全部寄付してね、まあ、それの寄付の使われ方はまたさ、悪い人使っちゃうかもしれないけど、まあ、寄付してね、さらにさ、神様にお願いしてね、他人の恵まれない人のためにさ、なんとかしてくれませんかと。これは合格ね。返事来るよ。お金が返ってくるよ。返事あり。返事そのものがお金で返ってきます。ね、お金、まあ、大金としてね、やってきますから。で、これ何言いたいかというと、そんなに、真剣にならないと FX で勝てないんですかってことですよね。まあ、仕事もそうだしさ、ラーメン屋も、蕎麦屋だってラーメン屋だってさ、八百屋だって全部そうですよ。それだけね、お客様のことを思って思い尽くして、自分の自己犠牲をしてね、それまでも美味しいもの届けたいとかさ、食の安全を届けたいとかね、いろんな、まあ、FX でね、もうこれしかないと、仕事も全部奪われてね、動けない体になっちゃったからね、FX でなんとか、神様からお金をね、恵んでもらいたいと、やってますと。これでいいよね。で、それで返事ありますよ。大金が流れてくる。株でも FX でもね。いかがわしいやつにさ、神様がね、FX で勝たせるわけがないんだから。勝たせるわけがないんだから。そんないかがわしいね、俺、儲かったら俺で一人で使って、ね、フェラーリ買うんだとかさ、タワーマンション買うんだとかね、裕福な生活するんだとか、裕福な生活しなくてもね、心の安定を掴むんだとか、そういうふうな考えてる人にさ、全知全能の神がね、じゃああなたにお金を差し上げましょうなんて思うわけないよね。一瞬たりとも思わないよね、そんなの。普通に人だって思わないんですよ。ね。そうじゃなくてさ、自分がやってること、日頃ね、ボランティア活動とかさ、やってて、ああ、母子家庭でね、お金がなくて塾行けない子供多いんだなとかさ、ご飯さえ食べれない家庭が多いんだなとかさ、ああ、お金配りたいなとか、ああ、子供食堂やりたいなとかさ、あ、何でもいい。力になりたいな。お金配りたいな。その聖なる思いですね。その聖なる思いに対して、神様は初めて動くのであってね。ああ、FX で買ったら、ゆっくりしようとかさ。まあ、両親、温泉連れて行こうとかね。まあ、両親だけじゃダメだ、やっぱりね。YouTuber になってみようとかじゃダメだよ。それはさ、何でもそうなんですよね。サラリーマンの時もそうだし、学生の時もそうだし、小学校、保育園の時もそうだしさ。自分は何のために生まれてきたんですか？そしたら他人のために生まれてきたんだと。自分よりね、生きるのが精一杯な人っていっぱいいるわけじゃないですか。ね、うちの近くには養護学校もありますからね。本人も養護の本人も大変だしさ、歩くの一つとっても大変だし、その親御さんとなったらもっと大変でね、気分が塞いでしまって、親御さんはもっと大変でさ、自分を責めながら生きてるわけですよね。そういう人たちに対してね、何ができないかなと。で、率先してもう、アルバイトしてお小遣い貯めてやるわけですよ。働いてからもお給料の全額を使ってやるわけですよね。それで、ようやくさ、あ、こうすればいいんだ。学校作ればいいんだ。塾作ればいいんだ。子供学校作る。子供食堂作ればいいんだ。つって見えてくる。で、その時にやっぱり、お金がね、足りないと。自分の働きだけじゃ足りないっていう時に初めて神様にお願いするのが筋なんじゃないの？それをさ、いや、お金なんか足りてんだけどさ、フェラーリ買うために永遠 FX やるんだ。勝たしてよ。神様、お願いだよ。株やるんだ。仮想通貨やるんだ。神様、勝たしてよ。ビットコインで6万ちょいじゃならしてよ。そんな輩にね、全知全能の神がね、勝たせるわけないじゃないですか。ね、FX やっててもさ、なんでやってんのかなと思ったら、やっぱりこう、自分よりもね、苦しい人、生活が苦しい人、まあ、惨めな人、に対してね、少しでも自分の全財産を使ってね、なくなっちゃったけども、プラスアルファはね、まだ生きてる限りなんかやりたい。神様、お金貸してくださいと。ね、死んでそっち行っただけ返しますからと。そういう切実なる願い。ね、宗教入ってる人はそういう願いの人が多くてね、全財産を捧げてもね、どうせ死ぬんだから、先祖代々の土地建物を売ってね、宗教に寄贈して、それでも足りない。自分じゃできないから寄贈してやってくださいと。この気持ちよくわかるね、僕はね。それがさ、私利私欲に使われたらダメなんだけど、私立欲に使われなければ、それは、どうせ死ぬんだからね、人間はね。良かったのかなと思いますね。いや、本当にそう思いますよ。私立欲に使われなければの話ですけどね。うん、ただ、そういうことによってね、自分とか自分の家族が貧乏になっちゃうのは、それは、本末転倒ですけどね。ただ、その貧乏、一緒に貧乏の中で暮らすことによってですね、もう神様は見てるからね、絶対に。望まなくても、子供は頭が良くなり、東大を出てね、国際的な仕事に就くんだろうし、神様見てるからね、こう子孫はね、望まなくても繁栄するに決まってますよ。決まってる。だからね、引き寄せの法則とかね、本当はないんだよね。何にもなくて、自分のね、おじいちゃん、おばあちゃん、子孫というか、先代の人たちのね、徳の積み重ねなんですよ。親とかね、じいちゃんばあちゃん、その前とか、陰徳の積み重ねによって、今自分は生かされてるんだと。ね、それを知るべきなんですよ。引き寄せの法則なんて何にもないわけ。今引き寄せてもしょうがないわけ。徳がないから。ね、宇宙の銀行に貯金してましたか？徳としてね。陰徳として貯金してましたか？なければ、ね、引き寄せてこれないから。下ろせないから。だから、今から貯金っていうかさ、今、お金何のために必要なんですかさ、神様お金貸してくれるから。あの世で返せばいいからって言ってくれるから。だからね、他人のために何か始めたいんです。子供食堂やりたいんです。何でもいいんですよ。まあ僕も親の介護してるけどさ、本当はみんな親の介護したいんだよ。でも、会社で働かないと飯も食えないしさ、住宅ローンも払えないわけでしょ。だからさ、仕方なくさ、老齢介護保険使ってさ、老人ホーム入れちゃってるわけだけどね。あれ、かわいそうだよね、老人ホーム入ると、自分、老人ホーム入るとさ、かわいそうだよ。やっぱり自分のさ、子供に面倒見てもらいたいよね、自分の家でね。俺、そう思うもん。家でね、ボケちゃって、親と一緒に住んでますけどね。うん、子供もさ、俺はもう今幸せだもん。親の面倒見れれてね。これがさ、お金で解決できるんだからっつってね、老人ホームに入れちゃってね。ああ、で、週に1回見に行ってさ、ああ、元気そうだって。ね、そのうち分からなくなっちゃうから。今も分かってないね、実は。俺のこと誰だか。だから、まあ、毎日さ、僕で分かるっつって、誰だっけって言うんだけどさ、有事だよっつってね。いいんだよ、それでね。だから、一週間に一回行っただけじゃ、もう、あんた誰だよ、あんた誰っつって忘れられちゃうんだけど、毎日いなくちゃいけないしね。自分が生まれつって育ててもらったんだから、最後まで面倒見ないと、やっぱり自分がさ、後悔を残して死ぬことになっちゃうからね。で、今度自分がね、介護になった時どうするんだって話だね。子供は見てるからさ、ああ、路上もぶち込んじゃえばいいや、とかね。そうじゃなくて、いや、自分が最後まで面倒見るとかね。やっぱり子供ってのは最後まで見てるからさ、会社なんか辞めてもいいよ、つって。会社より親の方が大切だよ、つってね。会社辞めて毎日見てくれるか。それは自分にかかってるわけだよ。今日、この瞬間の自分にかかってるわけだよ。明日の未来はね。だから、FX でもさ、FX なんか今日辞めてもいいしさ、続けててもいいしさ、何しててもいいわけよ。お金っていうのは入ってくるから。神様に一言お願いすればね、それは何のためになのか。ただまあ自分がね、生活できていけないから、生活できる仕事をくださいってお願いすれば、仕事はね、つけることできるから。で、それで十分でしょ。で、プラスアルファ、ボランティアしたいからお金をね、恵んでくださいと。どんなボランティアなんですかと。子供食堂ですとか、夏祭りの準備ですとかね。まあ、いろいろあると思いますからね。まあ、それはそれでまた、お願いすればいいと思います。で、僕はまあ、FX でね、買ったお金何のために使うんですかと。まあ、僕はそういう話を一番先にするんですけどね。だその質問の結果によって、あなたが勝つかどうかっていうのは、必然的に決まってきますから。僕の教え方じゃないですからね。あなたの考え方が、勝敗を左右してるだけなんですよ。全く。うん。同じことやってもね、お金が貯まる人は貯まる。出ていく人は出ていく。それはなぜか。目的が違うからですね。それではね、今日はこの辺でね、終わりにさせていただきます。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。どうも、失礼します。